ごきげんよう、山口真由紀です。今日は皆さんにご紹介したいお菓子があります。バズっている人気の商品です。こちら果汁のしずくです。もうほとんどね手に入らないそうです、このお菓子で。私はたまたま山梨県に旅行に行ってて、その帰りに静岡県に寄って、そこの道の駅すばしりってとこやったかな、小走りやったかな、ちょっと忘れたんですけど、まあこっちにテロップ貼っときます。で購入しました。私が行った時にはまだたくさん商品が残っていたんですけど、これを見つけた時にツイッターとか TikTok とかインスタに上げたらすごくみんな見ていただいて、もう今の段階では売り切れているそうです。コメントの中にもですね、息子に買ってあげたいから場所を教えてくださいっていう、もうすごくねほっこりするコメントをいただいたりとかして、私はすごく温かい気持ちになりました。子供ちゃんもみんなね知ってるんですね。で実は山梨に行った時に山梨の旅館に泊まってて、そのお土産屋さんにこのぶどう酒ボンボンっていうのも売ってたんですね。これも同じ会社が作っているそうです。私調べたんですけど同じ会社でした。この動画はまたショートムービーとかに撮ろうかな。まあ一緒に食べていいか。一緒に食べるわ。ごめんなさい。これも後で一緒に食べてみたいと思います。それでは食べていきます。レッツゴー。待って、光がちょっとやめて。光が追いかけてくる。あーもういいわ。この辺でいきます。オープン。じゃーん。うわー宝石みたい。すごーい。キラ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 。ちなみにですね、これも1個ずつこう入れられてるタイプですね。で色も選別してる、もうちょっと結構すごい可愛い感じで寄せていくタイプに並べるタイプですね。寄せていく。でちなみに味なんですけど、さくらんぼと黄色い桃って書いて何て読むんですかね。黄色い桃、ゴーモモ奥さんこれゴーモモでしょうね。ゴーモモ、黄色い桃です。とシャインマスカット、シャインマスカットボンボン、シャインマスカットボンボンもね手に入れたかったです。シャインマスカットボンボン、ほんまにどこ行ってもファミマ売ってないのよ。だからもういいです、その話はどうでもいいんですけど。で白桃、あ、桃って読むってことは黄金、どっちや、黄金、どっちやろ、黄金、すいません、なんもないです。はい、白桃とサイダー、さくらんぼと黄色い桃とシャインマスカット、白桃、サイダーです。これとこれがちょっと分かりにくいけど、どっちだろう、食べてみてのお楽しみということですね。これはブドウです。ブドウ酒ボンボン、ブドウ酒やねんけど、お酒はもう食ってる中でもう飛ばしてるそうです。なので子供さんも安心して食べられるそうです。ブドウ酒ボンボンって書いてるけど、ちょっとちゃんと調べてくださいね。私はこれは調べたところによるとアルコールが入っていないということです。運命の一瞬です。こんな感じで包装されています。サイダーから手に取りましたけど、食べれるかな、こんなたくさん。でもせっかくなので食べたいと思います。ちょっとティスいただきます。あーなんかこれ蓋してるみたいな、いやそんな大人の構造はいらないんですけど、こんな感じですね。平べったくて、でなんか富士山みたいな感じですかね。それではいただきたいと思います。いただきます。こんな感じです。めっちゃ液体が入ってます。ちょっとお皿、なあやってる、お皿持ってきてくれへん、ごめん、お皿ちっちゃいの、ごめんちょっとな、これな見せたいねみんなに、ピーって、ちっちゃいのでいいで、すまへん、ごめんな、ありがとう。あ、もうバイキンマンからわからん痛恨のミス、バイキンマンでやってしまった。でもすごく美味しいです。美味しい。ソーダめっちゃ美味しいわ。どっちなんだい、これは果たして桃なのか、果たしてさくらんぼなのか。これも同じような形ですね。これ色とりどり、いろんな味があるからいいですよね。ほんまに。いろんな味が楽しめる。それでいきます。桃だ。めっちゃ美味しいんやけど。うぇーい。マスカッチュ。
マスカットボンボン食べられへんからここでマスカットボンボン味わえるって話ですね。マスカット美味しい。次これピンクのもう一個、だからさくらんぼやね。さくらんぼ、あ、外れないでしょ。いただきます。マイガー、こういうことになるからこう集中して食べなあかんね。でもこういう弾ける感じもいいですよね。弾けさせて私。あーでもさくらんぼも美味しいな。なんて言うやろ、全部それぞれ味が違う当たり前当たり前なんですけど、味が違うのもすごいすごい、そのちょっとなんかお菓子感の味あるじゃないですか。お菓子感っていうか、なんかあ、これさくらんぼ味頑張って作ろうとしてんねんなっていう感じの、でもそうではなく、もうほんまにさくらんぼこれ食べたな。最後黄色、黄色桃、なんて読むかは知りませんけど、黄色もも、こりゃやばい、ちょっと食べかけで申し訳ないんですけど、どんな感じの中身かっていうのをアップしたいと思います。ちょっとすいません、ちょっと汚いんですけど、まあ、だからこの中に液体がこうどっぷりはま入ってるし、で外はもう琥珀糖みたいな感じですね、あの飴みたいな砂糖だから、昔の人はなんかあれらしいですよ、なんかお茶とかそういうなんていうの、コーヒーとか、コーヒーはもうないか、紅茶とか、そう砂糖を入れる代わりにこんなん入れてたとか言ってお母さんに聞きました。もう一回さあこれをいきたいと思います。アメちゃんみたいな感じになって、ちょっと手でもったいないけど潰してみる。弾けんの嫌やな。でもうわ、ちょっと待って、これ最悪かもしれん。どこに落ちた、どこに弾けた、アイクの体に弾けたんやったらいいけどさ、あ、絨毯に行かれてる、絨毯ベトベトです。もう一個だけ食べとくわ、これ食べてないもんな、弾けさしただけやん。ブドウ酒って感じするかな。子供さん向けはこっちですね。甘くていろんな味が備わってるから、こっちの方が子供さんは喜ばれるかな。色も綺麗し、はい、ということで紹介終わりです。皆さんもぜひ手に入れたら食べてみてください。私の情報とすれば、さっき言ってた静岡の小柱だったかな、はい、とこれね、ブドウ酒ボンボンですけどは山梨県の旅館の伊沢温泉のホテル式亭さんで、あの売店で売ってました。ご視聴ありがとうございました。山口愛希でした。全部食べたいと思います。もったいないもんな、こんだけ残すのちょっと良くないなと思って、今日はちょっとカロリー取ってる、うん、おいしい。やばいよ。